先生です。本日のテーマは最強のエンタメユニットストロベリープリンス、略してストプリでございます。今日はこのストプリという4文字と今度発売になりますアルバムの中に収録されている曲から好きな楽曲の名前を一つ書いて雑談してまいりたいと思います。よろしくお願いします。以前ですね、私このマス目黒板を使用する前の動画でストプリについてお話しした動画がありまして、ちょこちょこね見ていただいてるようでありがとうございます。コメント欄とかでもストプリが好きでっていう話ですごい盛り上がっちゃったあのファンの方とかいらして、すごくねあの温かい方が多いなっていう印象なんですけれども、で、最初に申し上げておきますけども、私はね、ライブに行ったことがまだ一度もなくって、で、なんならライブのグッズとかも買ったことないです。YouTube のコンテンツを中心に楽しんでる人間ですね。アルバムは買ったりしますけども。で、あ、そうだ。この動画は11月の6日だったかなに投稿する予定なんで、まだ発売されてないと思うんですけども、11月11日の水曜日に、ストロベリープリンスというユニット名と同じタイトル名のアルバムがリリースされるということで、はい、おめでとうございます。てか、アルバムのまず制作スピードが早すぎて、だって前回の、フルアルバムのストロベリーネクストが発売されたのが、今年の上旬だったので、10ヶ月足らずで新しいアルバムリリースされるっていうことで、しかもあのコロナ禍なのに素晴らしい躍進だなと。なかなかね、この巣が上手に描けないので、すみません、単調な絵が続いておりまして。ちょっとあまり美しくないですけども、この巣でいきたいと思います。たまにこうやってね、字の解説を挟んで雑談してまいりますので、よろしくお願いします。結びのところなんですけど、1、2、3で下にシュッと払うとかっこよく決まります。この払いが大体中心に来ると良いと思います。この数年でもう本当にアルバム制作も怠らずに YouTube 配信とかもね、それぞれのチャンネルでしっかりやってるっていうのはもう本当にすごいなって。少し前の話になってしまいますけれども、無観客ライブの成功はやっぱりこうストプリにとっては大きな経験値になってるのかなと最近は感じます。一番最初のあれをあんなに早い時期にやろうっていう決断をして、で実際に実行してしまうっていうあの行動力というか、もうみんなでライブを作ろうっていう決断力がね、やっぱりストプリだなって思いましたね。今でこそもういろんなアーティストさんが選択肢の一つとして採用してますけど、無観客ライブってまだあんまり誰もやってないしっていうところもあって、やってる人がね少ない時期だったと思うんですけど、まあ、あれを早めにやっといたからこそ夏に2回目の無観客ライブができたのかなとも思うんでね。しかもあれをずっと公開したままでいてくださっている公式の懐の深さがびっくりしちゃいますけども、縦長の長方形に収まるといいです。2画目の最後のところに少し隙間が入ると綺麗かな。あの無観客ライブでストプリのことを知ったという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんで、 YouTube 様々ですけども、この夏は結構実写企画というか、顔は出してませんけどもちろん、実際にストプリの皆さんが、まあ、体育館で運動会してみたり、ドッキリをねしてみたり、動いてる6人が見られたのがね嬉しかったですね。どうしてもねこのプっていう字を見るとトリビアの泉でボウリングを投げてる人のポーズに見えてくるってやつをね思い出しますけども、だいたいまあ三角形ですね、ここが。でちょっとこれ隙間足りないんですけど、ここに隙間がもう少しこの4画目が上なんですけど、本当はまあだいたいでいいですと、全ての角がつながっているのをちょっと意識するとこれが次こういくんですね。筆順を意識すると割と書きやすい字だと思います。もうあれ笑いました、ドスコイ1号おじさん久々に出てきたなと思って、でリーヌくんとあのルートくんの慣れてなさがねなかなかおもろかったですね。でコロンくんは無駄にうまいまあでも歌詞が残念なんであれなんですけど、まあ、めちゃくちゃおもろかったですねストプリのリです。1画目はだいたいまあこの半分のところ、これも少しね筆順を意識するとこの跳ねる向きがここに向かっているとかっこいいかなと思います。払った先は中心線で止まるといいと思います。それではストプリという字が終わりましたので、次のフルアルバムの中から私の好きな曲名の字を書きたいと思います。
これです、月々星人です。まだ全部の収録曲が発表されてませんが、一部発表されている中に月々星人入ってたのでよかったと思って嬉しかったんです。まあそれを書いていきたいと思います。月と星人だけね書きたいと思います。あれ結構個人的に好きというか、ナユタン星人さんの曲の中でも、まあ、割と甘い曲調に入ると思うんですけども、あ、こういう甘々な曲のパターンもあるんだと思って結構嬉しかったんですけど、はい、月々星人の数1画目は払って、最後は止めます。カタカナのフみたいにしちゃうとデカすぎるので少し小さめにしたらかっこいいですね。二等辺三角形が入るイメージで書くとね、書きやすいんじゃないかなと思います。まあストプリさんも結構なんかかっこよかったり、プリンスですから王子様っぽかったりね、キメキメな曲もあったりとか、まあいろんな幅広さがある中で、直球じゃないですか、好き好き星人っていう名前がね、甘々のベッタベタみたいな感じなので、こんなドストレートに来るんだっていうところでかなりね聞き込みました。私は上と下に突き抜けてるんですけど、下の方が少し長めにするとかっこいいです。しっかり平行にして、これとかこれではなくて最初に斜めにするっていうのがポイントですね。月は終わったので星人行きたいと思います。以前コメントくださった方と結構お話ししてたんですけど、そのコメントくださった方の学校で美術部があって、なんか作品展みたいなのがあるらしいんですけど、結構ストプリのファンアートを描いてる子が多いらしくって、こう学校内でも人気がすごいんですっていう話をねしてくださったんです。まあツイッターでもファンアートは見れますけど、学校とかで実際にファンアートがね作られていったり、ストプリのファンがいるっていうのを間近で感じられるのはやっぱり嬉しいだろうなと思ってね、お話聞いてましたけど、どうなんでしょう、高校とか中学とかなんか美術部、イラスト部、漫画部とかいろいろあると思うんですけど、そこでもストプリとかのファンアートが盛り上がってると嬉しいなって思いますけど、はい、星という字いきたいと思います。下の生きるという字が大きく書くとこういう風に末広がりな風になると思うので、それを目指すとかっこいいと思います。でさらにこの間、だいたい同じ間隔の隙間が入るとかっこいいかなと思います。で今度、まあ、またなんかストプリのそれぞれのメンバーの名前を書いた書き方動画を、まあ、上げたいなと思っておりますので、この人の字を先に書いてくれみたいなのがあったらそれを優先して書きたいと思いますので、よろしくお願いします。お、1回で書けちゃいましたね。星人の陣、これで最後です。払った先がどちらも同じようになるとバランスがよく取れます。2画目をつける場所は少し左寄りになりますんで、緩やかに1画目を反らせると美しいと思います。はい、というわけで、本日はストプリという字とスキスキ星人という字をね書きながらお話しさせていただきました。リクエストやコメントなどありましたらよろしくお願いします。それでは本日の授業は以上になります。ありがとうございました。